ファミリーブックは株式会社ファミリーブックが運営していた書籍販売、レンタルビデオレンタル CD、または CDDVD 販売のフランチャイズチェーンである。群馬県の株式会社藤田コーポレーションのグループ会社である株式会社ファミリーブックが展開していたが、2013年11月11日には株式会社ゲオホールディングスが 株式の96.9%を取得し子会社とした。その後、ゲオグループにおける株式会社ファミリーブックは不動産業に業種を転換しており、店舗は16店が閉店27店はメディア系に業態変更されている。1987年8月に株式会社フジマートの書籍販売とビデオ CD のレンタル部門として、 ファミリーブック傘サカ店を出店し、事業を開始。1994年には、宝飾品、インポートを取り扱う宝飾館アバンセと、レンタルビデオの複合店舗を、足利市に出店。古本専門館、ブックランド、傘サカ店を出店。1997年9月ファミリーブック、桐生東店にレンタルロボットを導入。無人貸し出しにおける24時間営業を実施。 11月、書籍販売とビデオ CD のレンタル複合店のファミリーブック絵画店を24時間営業に変更。2003年リサイクルメディアショップ、ジョイトレードオープン。2004年群馬県立林市にインターネットカフェ、シースカフェ、千葉県、ファミリーブックや千代店内にインショップゲームセンター、アミューズメントジョイオープン。2007年にファミリーブック等の事業を分割継承し、 株式会社ファミリーブックを設立。2013年11月11日、株式会社ゲオホールディングスの子会社となった。2020年9月1日には、親会社の株式会社、ゲオホールディングスに吸収合併され解散した。DVDCD のレンタルと書籍の販売を中心とした複合店舗。販売 DVD、CD、ゲームソフト、文具、ファンシーグッズ。 フレグランス、雑貨、加工食品、輸入菓子の取り扱いしている。携帯電話の販売や、インショップゲームセンターをテナント導入しており、気軽に来店できるエンターテイメントショップである。ゲームソフトの販売は、民教社の TV パニックの FC を取得していた。レンタル会員カードの F カードは、現金ポイントカードを兼ねており、約80万人の会員を要している。 レンタルビデオショップとしてはツタやゲオに次ぎ、業界3位の店舗数の時期もあった。古本専門館1994年に、新田郡笠掛町に出店。古本専門の小型店として運営されていたが、チェーン展開されず2000年に閉店。中古ゲーム販売を中心としたリサイクルメディアショップ。中古 DVD、CD、本、レンタルコミック、雑誌、雑貨。 ホビーの販売をする複合店。2003年にオープンするが、2006年にファミリーブック取扱い商品を導入し、ファミリーブック業態に統合される。古本は、古本はじめこの名称で、ファミリーブック店舗内にインショップ展開されていた。2004年群馬県立林市にオープンした、カラオケインターネットカフェ。伊勢崎市、大田市へ出店するも2013年に閉店。 ファミリーブックの遊び場モール内で営業していたマージャンクラブセットのみ2013年に閉店ファミリーブックの自社運営によるインショップゲームコーナー千葉県八千代市群馬県伊勢崎市の店舗にあったファミリーブック店内のゲームコーナーはテナント店舗の運営であるありがとうございます